じゃあそうしましたらまたリベンジする、なんだっけ、 あれかトラップか、一回そうやってみるか、さすがにちょっと動かしたいよね、なんだっけ、襲撃者トラップ、よし、 あとそれと同時に村人増やしとかないとな、村人見とくか先、そうなんか前回増やしたんじゃなかったっけ、お待って結構増えてる、え何大家族やばいやばいやばい、めっちゃいい大家族、なんかほぼ元通りになってるよ、うんマジ、うんやばい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 、え、みんな師匠になってる、師匠大家族か、結構師匠多いイメージよ、何、あ、旗持ちいるやん、聞いた、待って、そっち行く、2体もいる、やれ、はいはいはい、出た、来たか、よし、これで急げ、ガンダッシュで行く、ガンダだ、これで上に上がってから襲撃が来てほしいんだよな、結局こう近づいたらもう襲撃になっちゃうんじゃないかなっていう、はいはいはい、あ来た、あ襲撃なるわやっぱり、いや村人通過したらなったよねこれ、あなるほどね、でも急げば間に合うかもしれない、あ急げば間に合うか、まずいドーン、角笛です、あれ下には行ってない、下には行ってない、今んところ下にはいない、ああ上に来た上に来た、よし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 、来たか来たか、来た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 、これであれ襲撃勝利ってなってるよ、勝利ってなってる、え、あこれで終わったんだ襲撃が、えあっという間に、多分これでね、こっから攻撃するらしいんだよねこの隙間、はい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 、ここなるほど、ほらこれでまた今不吉な占いついて、はい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 、あこれで下に行くんだ、これで下に行く、これではい、ちょっと時間が経つとほら勝手に落ちた、でほら襲撃が来るんだこれで、なるほど、おおでまたこれで俺が上に上がってきて、はい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 、また笛の音が聞こえました、でこれまた上から降ってきて、降ってくる降ってくる、来た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 、一人一人こぐ奮闘です、あれあれれ、あまた落ちた、あ下に襲撃来ちゃってるわこれ、今回あそこか、橋消すか、あ橋消した方がいいかもしれないこれ、海の上にも海の上に旗持ちいる、あそれだわ、橋が脇判定になっちゃってんだこれ、なるほどね、いやでもなんか億万長者になれる気がするぞ、ちょっと見えてきたね、億万長者への道が、ちょっと見えてきたよ、そろそろ先へ進んでくださいってコメントあったからね、確かに僕らてか僕らが思うってことはみんなもっと思ってるよねきっとハードにしてきたんで、これでね多分あの襲撃の数が増えるはず、はい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 、 OK、 あとは下に巻かなければ、 OK OK、じゃあはしごはもう設置したんで、おい、うん、あとはそのインターネキさんが壊してる橋を全撤去すれば、はい、理論上いけるはず、理論上はな、すごいな、しっかりスタンバってるね旗持ちそう律儀に、そうしっかりやられ待ちしてる俺はやられ待ちだわ、律儀なやつだ、よし撤去完了、じゃあいくぞ、じゃあ俺やるんで、やったら2人ともついてきてください、了解、じゃあで来た、さらばエメラルド、上に行こう、上に行こう、エメラルドが海中に、エメラルドが海中に上です、気にしちゃダメだ、なんかこれうまくいく気がするな、そんな気がしますね、あ勝利、え、あでもさっきも上に来た時は勝利になってた、なるほどね、ってことはいません、なんだって、あれ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 、いやあのさ園長がさあのこの作ったやつさ、うん、上からヒューって落下してきて即死してなかった、即死してた、 あ即死してた、高すぎるってこと、そうだわ、うん、あブロックスおかしいんじゃないの、ちょっとね一部俺が回路を
変更してるんですけど応用聞かせたら危険だね、危険な香りがするね回路初心者が応用なんかするもんじゃないかまずは基礎の基礎が大事って何度も言いました。なんか俺謎の暗視がついてるんだよな。強いな、えちょくん。てかそうだ、みんなに言うの忘れてたわ。しれっとバージョン上げましたしれっとなんだっけ、なんだっけバージョン。1.15.2、 うん、15.2 ね、2になりました。うん、OK。 その暗視ついてるのなんとかしてよいや、あの俺に言われたって分かんないんだよ、なんてかしねえけどずっと暗視ついてんだよこれ。炎直の特殊能力だやはり。いやオッケー、じゃあ不吉な占いもう一回持ってきたんで、はい、おい、ちなみに不吉な占いは遊戯王カードな。なんだっけ、不吉の呪い不吉の呪いかな、予感、なんだっけ、予感だ、予感な気がする毎回間違えてるよね僕ら。うん、不吉な占いはあのドローするために700ダメージ食らうとかなんかそんな感じだった。イルタキ特急のダメージデッキのやつだ。はい、今襲撃が発生しました。はい、でこれで俺が上に登る、登る、はい、そして多分上から降ってくる。はい、どうだ、来た、来ました、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、なるほど、50コンボ、52、53、54、55、56、57、58、59、60、ちょっとじゃあおじさん勝ってみるよ。すごい、わー、おー、デックス入れた、ダルキ知らない、あー痛い、あーイダルキそして僕初期ストーンです。なんでベッド、まさかベッド壊した？いや壊してない。え、これあれじゃない？あの奇跡にその隙間判定がさ、内判定だったんじゃない？いやそうだよ、全部あれにしちゃったからだハーフブロック入れたきーやばい、マジか。え、ベックス対策をしないといけないってことだよね、要は。そうだね、ベックス以外なんか全てうまくいってるじゃん。確かに確かに、うん、えげつない量のヴィンディケーターとか落ちてきたからね。まあなんかいろいろ分かったんだけど、はい、あの、はい、まずこの登ってくるときにエリトラ使ってるんだよね、調査した結果。え、だから最初の一発目が発生しないのよ。え、なるほど、エリトラでブラーって登ってくるから、あの村人を経由せずにこっちの上に登ってこれるから発生しないんだよね、1回目が。あ、やべえ、ミスった、拠点に村吹き襲撃来ちゃった、やばい、やばい、ミスった、まずい、まずい、まずい、助けろ、やばい、やばい、やばい、すげえ、すげえ、すげえ、まずい、まずい、また忘れてた、せっかく俺今パンでずっと増やしてたのに忘れてた、そうだ、こっちは村だったんだ、忘れてた。うわー、こんな時に役に立つモッドかと思いきや、あんま役に立たないモッド持ってきちゃったんだよな。これ緊急モッド紹介か、緊急モッド紹介あるぞこれ、なんかないの、役立つ、この状況を打破できる。今回のモッドは、はい、タラタラ説明する、サンドイッチが作れるっていうモッドなんですよ。雑魚すぎる、雑魚モッドすぎる、サンドイッチおとりに使うしかない、やばい、襲撃、襲撃来てるんですよ今。サンドイッチ作ってる場合じゃねえ。でもサンドイッチ可能な食品は栄養的にバランスの取れた食品の一部ですって書いてあるよ。いやだからどうした、今じゃねえだろ、強くなるかしら、生きるか死ぬかは戦いをしてるんです。栄養じゃねえんだよ今、マウシにラベちゃん普通にいるんだよ。集合、カオス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 、ここに、ここにサンドイッチの具材が入っているはずだ。オッケー、襲撃者は僕が引きつけるから、今のうちにサンドイッチを生成する。さあ頼む、開けます、せい。なんかベーコン、ベーコンと、チーズ、ホイールオブチーズ、チーズスライス、この3つを、はい、あとなんだこれは、ミルクバケット、これと一緒に合わせて作っていくことになります。お願いします、レタスもありますね、はい、レタスと、バケットスライス、これを使ってどうすんだこれは、これどうすんだ、
カッティングボードがあるな。やばい、ペンティ来てる。まずい。白樺のカッティングボードを設置、そしてその上にチーズを配置。できた。チーズを置いて、さらにその上に、レタスをこの上に、配置。いいぞいいぞいいぞ。僕が引き出してやる。まずい、レタスを置くことじゃできない。やば、やば、やっぱまずはパンを置くことなんじゃないの。パンか、パンか。やばー。3分間クッキング、カン。あ、違うな、カッ、まな板じゃないな、まな板じゃなくてなんかブロックない、ブロックか、ちょっと待って、あ、この左上のやつだ。サンドイッチテーブル、来た来た来た、これだ。サンドイッチテーブルの上で、うん、パンをまず置いて、うん、その上にレタスを置きます。あ、来た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 、その上にチーズを乗せます。き、来てる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 。そしてさらにトマトスライスだ、くらえ、トマト。そして何も置かれてないよ。え、嘘、え、僕の目には見えてる、まさか。ここにあるじゃないですか。ないよ。サンドイッチはここにあるんだ。ないないない。みんなの心の中に。僕の心の中には見えてるんだ。お腹が空きすぎちゃって見えてるのかもしれないけど。幻覚見えてる人。どこにあるんだ、確かに。これ積み重ねてどうすんだ。積み重ねて楽しむじゃないでしょうね。楽しむだけ。まさか。いやいやいや。いや、料理の一番楽しいのは最後食べるときよ。You can place your by スニー、あ、スニーキング、スニーキング、なーに、なるほど。あ、できた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 来た来た、できた、おー、できた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 。え、これはみんなにも見える？見える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 。ちょうせい、ちょっと待って待って、もう肉、肉の塊じゃねえか。肉の塊バーガー。すげえこれ。特大サンドイッチを持っていけば、うん、襲撃倒そう、これで倒せるぞ倒せるぞ。完全襲撃のこと忘れてた。ちょっと食べてみます。オッケー、はい、お、うわ、食べれる。おお、なんか今めっちゃゲップしたから一気に食ったんじゃねえのこれ。きたね。おお、おえってなったよね。吐くでしょ、めっちゃ食った。よし、行くぜ。はいはい、完成、ペンティーバーガー。マックスリーチ、何？マックス、待って待って待って、はい、できました。これがマックスリーチか。ま、これがマックスリーチですね。バベル、バベルバーガーですこれが。武器だよなこれ。完全に武器。バーガーじゃないんだよなもう。お、よし、勝ちに行くぞこれで。静かに待ってくれてたよ。ありがとう。くらえ、バベルバーガーさん。またしたな。バベルバーガー、やーす。バベル、バベル、バベル即死です。バベル即死です。このコンジットがいる中では俺たちの方が強い。水中からバベル山を繰り出す。くたばりやがれ、終わりだ。サンドイッチの恨み、よーし、よーし、よし、倒した、勝利、やったー、やーす、ペンティー、シュシュシュ、オッケーオッケーオッケー。一旦お待ちかねの無限やろうよ。やるか。そう、やろう。襲撃者トラップ忘れてたわ。そうやって終わりにしよう。そうしよう。そうしましょう。いた、旗持ち、よし、オッケー、よし、着いた、ナイス。これもう 何度目の正直なんだろう。本当に本当それ。園長にじゃあ、あのエリトラと花火を渡します。オッケー、じゃあ行っていいかい。はい、とりあえずまずこのベッドのところに来てくれ。おお、来た、フライング園長。はい、来ました。 OK で、このクロック回路が終わった瞬間に落ちるから、そしたら襲撃スタート。じゃあ行ってきます。はい、10、9、8、7、6。え、どうした。ごめん、バーガー作ってたら下に落ちてった。いやー、園長も落ちた。俺も落ちた。俺も落ちた。これで襲撃スタートするんじゃないの。オッケー、襲撃スタートした。うん、で勝手に上に上がってくんじゃないのこれで。なるほどね。よし、戦え戦え。来たか来たか、倒せ倒せ、いけー。おー、今んとこいいとこ、いい感じ。ベックスも現れないぞこれ、なんか今んところ。なるほど、現れるんかい。現れたー、たぬきなに、助けてー、サンドイッチ、サンドイッチ、ギャー、あ、レタスバーガー。ベックス対策をやっぱ施さないとダメかもしれないこれ。ダメだな。なるほどな。